アイドリープライド。さあ、行きましょう。新曲と新衣装、制作の座組は整ったよ。早速作業に入ってもらっている。ありがとうございます。急なお願いだったのに。そんなことはないよ。クリエイターさんもみんな乗り気だったし、さくらたちの熱意に触発されたみたいでな。最高の曲を作ろうって言ってくれたよ。心強いですね。今から完成が楽しみです。それまでは私たちもセミファイナルに向けてしっかりレッスン重ねないと。だね。そうだな。レッスンにはもちろん励んでもらうとして、実は一つ提案がある。みんなも楽曲制作に加わらないか？私たちも制作に？作曲とか作詞とかをってこと？さすがに作曲は全部プロに任せるけど、作詞や振り付け、衣装デザインを手伝ってもらうんだ。振り付け、衣装デザイン。確かにちさちゃんは以前衣装デザインを手伝ったことがあったけど、あれはちょっとアイデアを出しただけで、私一人でできたわけじゃないから。今回も基本的にはプロに任せる予定だ。みんなにはちょっとしたアイデア出しをお願いしたい。でも私たちは素人、参加して邪魔にならないか少し心配。雫の考えももっともだ。でもこの話、提案してきたのは作曲家さんたちなんだ。え？そうなんですか？ああ、今回の制作は急ピッチで進められる。だからこそ制作段階から関わっておいた方がいい。そうして早いうちから曲への理解度を高めておけば、少ない練習時間でも完成度を上げられるってね。一理ありますね。ファイナルまで時間はない。そもそも間にもう一線挟んでいるわけですし、それに練り上げていく段階でみんなが関わればサニピのエッセンスをより盛り込めるからって。与えられた曲を披露するのではなく、私たちみんなで作り上げた曲を披露できるってことね。そうです。ファイナルにふさわしいと思いませんか？それともう一つ伝言があって、こっちに無茶を要求するならあなたたちも同様に無茶をやり通して挑んでくれますよね。だって。ああ、そうよね。その通りだわ。私たちだけ無茶ぶりして終わりなんて虫が良すぎるもの。確かに。うん、私は賛成です。みんなで作るのもいかにもサニピって感じだし。私も賛成です。振り付けに関われるのはいい機会ですから。私も自分にできることなら やってみたいです。そういうことなら私も頑張る。担当の割り振りはどうするの？それはやっぱりダンスはレイちゃんで、衣装デザインはちさちゃんですよね。そうだな。それが適任だと思う。わかりました。ぜひやらせてください。私もファイナルにふさわしい衣装になるよう頑張るね。残った私とハルコちゃん、しずくちゃんは作詞担当ってことですか？ああ、作詞家さんと協力して作ってもらいたい。明日にでも早速顔合わせも兼ねて打ち合わせしよう。どんな歌詞に仕上げてくるのか楽しみにしてるわ。振り付けは歌詞が出来上がってからになるだろうから、そうしたら私も最高の振り付けを用意してみせる。うん、任せたよ。作詞か、久しぶりだからちょっと緊張するね。そうね。でもほら、私たち一度作詞は経験してるし、リラックスして臨めば大丈夫よ。むしろ深く考えずに言葉をたくさん書き連ねれば、それがいつか綺麗に結びつくはず。うん、聞いてくれる人たちに向けたお手紙だと思えば、むしろ言葉はいくつあっても足りないよね。ずいぶん頼もしい意見じゃない。これは本当に期待できるかもしれないわね。うん、たくさん期待してて。よーし、ハルコちゃん、しずくちゃん、サニピが伝説になっちゃうようなす
すごい歌詞、頑張って作ろうね。うん。はぁ、あれ、どうしたの？こんな時間まで起きてるなんて珍しいわね。れいちゃん、どうしよう。え、どうしようって、何があったのよ。三人揃って深刻そうな顔して。思い浮かばないの。え、歌詞が全然思い浮かばないんだよ。どうしよう、レイちゃん、歌詞全然思い浮かばないよ。でもこの前は順調に進んでるって。うん、大方の歌詞は固まってきたのよ。ただ最後のピースがはまらない、というか迷子。最後のピース？サビの出だしに使いたいフレーズがね。どうしてもピンとくるしが降りてこなくて、あれでもないこれでもないってもう2日ぐらい悩んでるんだよね。いわゆるスランプだよね。クリエイターさんが陥る世にも恐ろしい現象なのかな。そういえば、ちさちゃんとれいちゃんの方はどう？こっちは順調よ。大枠は固まった。あとの細かいところは歌詞次第かな。衣装もデザインは固まって、今仮縫いをしてもらっているところだよ。そっか、二人ともさすがだね。衣装もダンスも完成が楽しみだな。さくらちゃん、さくらちゃん、私たちはそれより先に歌詞をどうにかしなきゃね。締め切りまで猶予はないから、あまり時間無駄にできない。はい、そうでした。すみません、つい目を背けてました。さくらが現実逃避仕掛けるなんてよっぽどね。私たちも手伝うわよ。そうだよ、割り振りはしたけど任せっぱなしにする必要ないもんね。本当にありがとう。でも今はまだ大丈夫。さくらちゃん、レイちゃんたちの言う通り頼っていいとは思ってるよ。私たちみんなの曲なんだもん。でももうちょっとだけ頑張ってみる。レイちゃんたちだって自分たちで頑張ってるんだもん。そんなの気にしなくてもいいのに。いや、多分さくら納得できないんだよね。ここまで来て安易に人に頼るのが。だからとことん納得いくまで頑張りたい。なら私はそれでいいと思う。姉ちゃん。でも完成しなきゃ元も子もない。だから締め切り2日前までに決まらなければ相談して。うん、分かった。それまではもうちょっともがいてみるね。とは言うものの、どうしたらスランプって抜け出せるのかしらね。あ、この前デザイナーさんとも話した気がする。アイデアが詰まった時どうするのかって。おお、プロの経験談は貴重。気になる、教えて。関係ないことして思い切り息を抜くんだって。というわけなので、今日の放課後は息を抜こうと思います。でもいいのかな。レイちゃんは今日も打ち合わせがあるって言ってたし、ちさちゃんだって学校終わってすぐ衣装のことで予定があるからって帰っちゃったのに、私たちだけお仕事しないで息抜きするのちょっと罪悪感があるし焦っちゃうよ。気持ちはわかる、すっごく。でもだからこそ休養が必要なのかもしれない。そこで今日の息抜きプランはこちら。
星見市内よブラ散歩、パチパチパチ本当にザ・息抜きって感じだけど、ずっとノートに向き合ってるよりはいいのかもね。うん、決めた。ブラブラ息抜きしよう。どこ行こっか、しずくちゃん。ここに来るのも久々だな。全然変わってないね。都内に進出してから来る機会も減ったし、もうすでに懐かしいね。そうだね。ネクストビーナスグランプリで優勝して、事務所が東京に移転してからお仕事も一気に忙しくなって、今やアイユニティでセミファイナル目前、ものすごい躍進。でも全てはここから始まった。ここにサニピのオリジンが眠っている。デビューライブ覚えてるよ。あの時はまだここで踊るだけで精一杯だったけど、応援してくれるファンのみんなに楽しんでもらいたくて、とにかく頑張ったな。今回の新曲もそんな風にみんなも楽しんでくれる、一緒になって盛り上がってくれる、そんな曲にしたいんだけどな。さくらちゃん。あら、さくらちゃんにしずくちゃんじゃない。はるこちゃん、びっくりした。どうしたの、はるこちゃん。大学は受ける予定だった講義が休講になっちゃってね。二人が息抜きするって聞いてたから私もって思って、なんとなくこっちに戻ってきて、ふらっと歩いてたらここに来ちゃったの。考えること、みんな同じ。そっか、二人もそんな感じだったんだ。でも同じことで悩んでいればそれも当然かもね。ごめんね、本当はアイドルとして先輩の私がガツンと導いてあげなきゃいけなかったのに。そんなことないよ。確かに芸歴は先輩かもしれないけど、ここでサニビがスタートした時からずっと私たちは上も下もなく一緒にやってきたんだもん。一蓮托生、誰かの悩みはみんなの悩み、すなわち一は全、全は一。そうね、そうだったわよね私たち5人とお客さんのピースが集まってだもんね。それはそうと、1は全、全は1って言葉、なんだか哲学的で素敵よね。確かに、さっきもいい感じのフレーズ出てたよね。サニピのオリジンが眠っているって。改めて声に出されると恥ずかしい。でも普段言葉数の少ないしずくちゃんだからこそ、一言一言が印象的に聞こえてくるのは事実よ。そういうところからサビに合うフレーズが見つかるといいんだけどな。あ、サニーピースだ。本当だ、本物だ。さくらちゃんかわいい。しずくちゃん、握手して。握手。はるこさん、綺麗なママみたい。私のママより綺麗だもんありがとう。でもママじゃないからね。お姉さんよ、お姉さん。いきなり大勢に囲まれちゃったね。みんな、私たちのこと知ってるの？うん、だって星見市の産んだスターだってみんな言ってるもん。みんなサニピとツキストが大好きだよ。学校でもいっぱいお話しするし。そうなのね、嬉しい。みんなはこの辺に住んでる子なのね。うん、星見市に住んでるよ。今日はね、ここでみんなと遊んでるの。さくらちゃんたちはなんで、どうして東京にいるってテレビで言ってたよ。今日はお休み。
なのでお散歩中。そっか、お休みなんだ。ねえねえ、そしたらさ、私たちと一緒に遊ぼうよ。いいでしょ？ダメ？え？はるこちゃん、しずくちゃん、どうしよっか。確かに息抜きしには来たけど、あまり遊んでる時間も。別にいいんじゃないかしら。息抜きしに来たなら徹底的に抜いちゃいましょうよ。でもなんだか罪悪感を覚えちゃうんだけど。こういうのは中途半端が一番良くない。休む時は休む、徹底的に。徹底的に。それに目の前のみんなは私たちのファン。ファンとの交流もアイドルの大事な務めでしょ。ファンとの交流、そっか、そうだよね。そういうことなら遊んじゃおう。今日はお姉さんたちと一緒に思いっきり遊んで思い出作ろうね。わーい、やったー。それじゃあ行くよ。だるまさんがころんだ。おっとと、危ない危ない。ピタリセーフ。さくらちゃん、早く早く。よし、次はちょっと早くするよ。だるまさんが転んだ。うわあ、とはるこちゃんアウト。ピタリ。しずくちゃんすごい、全然びくともしてない。体幹鍛えた結果どうや。強すぎてつまんないよ。くすぐり攻撃。それを反則。しずくちゃん動いたからアウト。審議を所望する。ダメ。さてさて、みんなはどこに隠れてるのかな。ここかな、それともここかな。ここだ。いや、見つかっちゃった。はるこお姉さん、なんでわかっちゃったの。それはね、大人の女の勘よ。お次はさくらちゃん見つけた。わー、なんで落ちてた枝も使って木の陰にうまく隠れてたのに。確かにカムフラージュ作戦は良かったけど、影から飛び出してたわよ、ツインテールが。あ、しまった。さくらちゃんおちょこちょいで可愛い。おちょこちょいは余計だよ。もうすっかり日も暮れてきちゃったね。さすがに疲れた。全力で遊ぶのって意外と体力いるわね。でもすっごく楽しかったわね。子供の遊びを本気で楽しむ。奥が深くて病みつき。すみません、こんな時間まで付き合っていただいて。ほら、あなたたちもお礼を言いなさい。ありがとうございました。こっちこそありがとうね。思いっきり息抜きできたよ。ねえ、さくらちゃんたちはさ、また東京に帰っちゃうの。うん、今は東京に住んでるから。じゃあ次はいつこっちに帰ってくるの。それは僕ね、さくらちゃんたちを初めてここで見てからずっと応援してたんだ。グランプリで優勝した時はすっごく嬉しくて、星見市のサニピと月ストはすごいって思ってたの。でも今はちょっとだけ寂しい。すぐには会いに行けないんだもん。そうだよね、
ごめんね。ずーっと応援してくれてたのに、寂しかったよね。私たちも、応援してくれるみんなに届くようにって、テレビにもたくさん出てたつもりなんだけど。こっちでライブする回数も減っちゃったものね。しかも今は、アイユニティの真っ只中だし。でもね、テレビでいつも応援してるよ。サニピのお歌。すっごく元気になれるんだもん。嬉しいな。その言葉が何よりの応援だから。私たちもみんなからはたくさんの元気をもらってる。だからここまで頑張ってこられたんだ。今は東京で頑張ってるけど、星見氏がみんなが私たちを育ててくれたって忘れたことはないよ。応援してくれるみんなに応えられるよ頑張るからね。そしてアイユニティだって優勝してみせるから。次にこっちへ帰ってくるときは凱旋勝利の証と一緒に戻ってくる。絶対。本当？そしたらまた遊んでくれる？もちろん約束する。だからそれまでもう寂しい思いはしないよ。最後にもう一回だけ精一杯遊んじゃおう。みんなは何がしたい？やったー。それじゃあね、サニピの歌歌ったり踊ったりしたいな。ほう、サニピの原点でファンと一緒にプチライブ、エモい展開。じゃあ決まりだね。サニピごっこする人、この指とーまれ。はーい。私も。さくらちゃん、どうしたの？見つけたかもしれない最後のワンフレーズ。おお、神が降りた。嘘、本当に？忘れないうちに私たちにも。そうだね。サビの最初のフレーズは、出かけてたの？遅かったから心配したよ。ちょっと息抜きをしに。休むどころか逆に体力使い果たしたけど。そうなんだ。でもちょっと安心した。三人とも何か吹っ切れたような顔してるし。分かっちゃう？それじゃあ早速ミーティング始めちゃおっか。ミーティング？新曲の歌詞についてだよ。埋まらずにいた最後のワンフレーズ、それがこの指止まれ。うん、素敵なフレーズだと思う。サニピらしいっていうか。でしょ？その子がこの指止まれって言って、みんながわーって集まった時、たくさんの笑顔がそこにあって一つに繋がれた気がしたんだ。たくさんのピースがより集まって絆になる。この指止まれはその象徴。何気ない言葉だけど、だからこそ誰の胸にも届くフレーズだって思うわね。まさしく私たちが目指してるアイドル像だよね。だからこれで行こうって思うの。これで行きたい。この言葉を乗せた詩でファンのみんなとつながりたい。ええ、異論なんてない。さくらたちが見つけてきた言葉を信じるわ。私も改めて歌詞全部読んでみたけど、胸がいっぱいになるくらい素敵だから。ようやくスランプ抜け出して完成。長い戦いだった。しずくちゃんったら。この後歌とダンスの練習も控えてるのに。でもとりあえずは完成したね。お疲れ様。一時はどうなるかと思ったけど、結局いつものさくらちゃんらしい決着だね。
え？そうかな。さくらには周囲を魅了する天性の何かが備わってて、いつだって気づけば答えを引き寄せている。そういうところがさくららしいってことよ。そんなことないよ、はるこちゃんやしずくちゃん、それに子供たち、みんなに助けてもらったからこのフレーズは見つけられたんだよ。もちろん息抜きを進めてくれたレイちゃん、ちさちゃんも含めてね。みんなが、そっか、そうだよね。お役に立てたならよかったよ。ともかくこれで歌詞は決まったね。ダンスも固まればレッスンも本格化するし、あとは私たちの仕上げ次第よね。新曲を生かすも殺すも全部。でも私たちならできる。ここまで来られたの伊達じゃない。応援してくれるファンのみんなが支えてくれていればきっと。ええ、何も心配なことはない。今できることを確実に積み重ねていこう。おーよし、着替え終わり。メイクもバッチリだし準備万端。みんなの新しい衣装尊い。写真永久保存確定。改めてそれを通すとなんだか身が引き締まるわね。どこかきつかったら言ってください。簡単な調整ならできるので。あ、違うのよ、そういう意味じゃなくて気持ちの問題よ。気持ち。フィッティングは前に確認してるし大丈夫よ。踊りやすさも意識した作りにしてくれてありがとう。提案はしたけど形にしたのはデザイナーさんだから。でも私たちのことも考えてイメージしてくれたならやっぱりありがとうだよ。それならレイちゃんもだよ。振り付けすごく踊りやすかった。同じく。難しすぎず、でも見栄えよく、自分たちの癖が活かされている。そんな感じ。今までたくさんみんなのダンスを見てきたからね。それぞれの長所がしっかり生きる構成にしたくて。これがマネージャー君の言ってたことなのかな。サギピのエッセンスを盛り込めるってやつ。その可能性はあり得る。さすがうちの敏腕マネージャーそうだね。だからこそやっぱりファイナルは負けられない。今日まで支えてくれたみんなのためにも、応援に駆けつけてくれたファンのみんなのためにも、サニピ史上最高のパフォーマンスで絆をつないでいかないとね。うん。サニーピースの皆さん、そろそろスタンバイです。よーし、それじゃあ気合い入れよっか。さあつなげよう。みんなの思いは、みんなのピースをみんなで歌に乗せて、太陽の光とともに、サニーピース。